大喜利武蔵です。今日はですね、11月の26日になりました。で、この後ろ見てもらったらわかるんですけど、パオパオを、被覆、不織布ですね、を被覆し始めました。で、おとついか。ちょうどおとついから、まあ、おとついと今日、昨日か。昨日の2日間で、まあ、2ターンちょっと分ぐらいのパオパオをかけました。ちょっと中ぐらいのサイズかな。もう収穫まであと2週、1週間から、3週間ぐらいの間かなのものを、被覆するというような形で、でその後のまた、12月の、後半だったりとか1月の上旬中旬ぐらいに、収穫するものはまた明日明後日から、かけていこうかなという、被覆していこうかなというような感じを思っております。でこちらのね、収穫した方の餌に入れて、まあ、だいぶ進みましたね。11月1旦分ぐらいしか植えてなくて、収穫の予定がね一旦で済まそうかなと思ってたんですけど、ちょっと12月最初の分もちょっと収穫をしないといけないぐらいやっぱ気候が暖かかったので、はい、結果的には今の時点で一旦5瀬分ぐらいかな、もうちょっといってるかな、一旦7瀬ぐらいいってんのかな。でまあ最後この週でねちょっと取ったら、まあ、2ターン弱になるのかなと思います。ちょっと2倍ぐらいのねスピードで、収穫スピードが進んでるので、12月どっかでちょっと途切れてしまうのかなと思ったりもします。まあ数減らしながら、やっていったりとかは しようかなと思ってます。はい、まあそんな感じで速いスピードで来てます。で今週もねかなり冷え込むとは言ってたんですけど、そんな大した霜は降りずということで、まあこのパオパオもね、昨日の朝とか結構冷えると言ってて、霜も怖いなと思って警戒してて、被覆したところもあったんですけど、それもそんな言うほど、まず全然霜降りることなく、今日も降りることなくっていうのも、天気がねここ結構曇っていて、まあ夜中の1時2時ぐらいまでは雲がある状態で、そこから晴れたとしても放射冷却でちょっと冷えるぐらいで、霜降りるほどではなかったということで、まあ、結構やっぱ雲が夜ぐらいまであるとね、全然寒さっていうのはそこまで冷え込まないんだなと思います。まあそれは1週間2週間前と比べるとすごく寒くはあるんですけど、なんだろう、めちゃくちゃ冷え込んで寒すぎるわっていうほどでも、なくなりましたね。もう今の寒さだったら先週の方が全然、ちょっと霜が降りた日もあったので寒かったなとは思ってるんですけど、うん、まあ、そんな感じかなと思います。ちょっとパワーパワーの方を見ていこうと思います。ということで 畑の様子はこんな感じで、まあ、これがまあ来週の、頭ぐらいから収穫できればなと思っております。で、まあ、今週は、まあ、あとこんだけ分ぐらい収穫できればな。で結構ところどころまばらにうねりによって取ってるんですけど、ちょっと品種が品種によっての取り方を変えております。で、まあ、ここまでがレッドファルダーなんですけど、はい。レッドファルダーはもう最初というか、黒マルチでやってるところはもう白よりも先に取り掛かってますね。白のもうレッドファルダーもすごく背丈が早く伸びてて、待てなかったので、もうレッドファルダーを先に取って、怖いので、大きくなりすぎてコンテナ出るの怖いので、先に取って、ね、出荷を行っております。で、その後に、ちょっと落ち着いたら、ユニーク2号、これユニーク2号なんですけど、ユニーク2号で、これ奥途中からね、レッドファルダーがあるんですけど、レッドファルダーを先に取って、なんで、まあ、奥から収穫して、まあね、残ったユニーク2号を取って、で、もう一つ奥にこのバンチューディープパープルが、ちょっと黒いですね。動画越してすごい黒いんですけど、まあ、あれは、ちょっとずつ取って、やってます。まあ、いろんな品種交えて、出荷しているので少しずつバンチューディープパープルは進んでてやってますね。でその横がユニーク2号今朝まであったんですけど、まあ、それがやっとこう今日取り終えた3日ぐらいかけて、取っております。でちょうど、この、取り持ってるところがあって、これちょうど品種の違いがよく見えるので今ちょっとついでに見ますけど、これ9月14日発の10月6日定食のレッドファルダーですね。まあ、この白っていうのは白のセルトレイで作りましたよっていうものなんですけど、でこっちが
レッドファルダーで、こっちがユニーク2号で、同じ日に発種して、定食も同じ、作り方も一緒ですね。ですが、まあ、一新して、まあ、こんだけ大きさが違ったり、色が、違っておりますね。まあ、レッドファルダーの方がやっぱ寒さを受けて色がついてますね。あの、ユニーク2号はどちらかというと、ちょっと鮮やかな色の感じなので、そこまで、あの、発色が出ないですけど、これ、暖かい時もこの状態で、ずっとこう、暖かい時期から寒い時期まで、まあ、同じような色合いなので、品質としては、あの、安定してるのかなと思います。はい。レッドファルダーはやっとこう、赤みがかかってくる季節に入ってきましたよ、というような状態で。で、もう背丈もね、これだけ、まあ、ちょっと若干見にくいかな。こうするとちょっと分かりやすいかもしれないですけど、こうやって見ると、ちょっとこっちの方が、レッドファルダーの方がこんもりしてるなというような感じです。はい。まあ、かなりね、こう横に広がる品種とかなりこう縦に今、広がる時期のレッドファルダーで、すごく、あの、見比べられると面白いのかなと思います。まあ、葉っぱの様子はね、まあ、若干違いますけどね。はい。まあ、ちょっと言われないと、差が分かりづらいのかなと思います。触ったら一発で分かるんですけどね。やっぱりレッドファルダーのこの厚みにはなんか他の品種はなかなかやっぱ勝てないのかなと思います。すごい独特な葉っぱの柔らかさと厚みがありますね。で、まあ、ユニーク2号もそのサニーレタスの品種の中では結構葉っぱ薄い方なので、すごく両極端にある品種なのかなと思っています。はい。まあ、あとは全部レッドファルダーで来ておりまして、でね、まあ、この、ちょっと比較の動画、この動画の後か、前に上げてると思うんですけど、こうやってレッドファルダーのね、この茎のところ、これが、すごく寂しょうっていうのをちょっと聞いたんですけど、サニーレタスのね、他の、作られてる方ね、聞いたら、寂しょうって言われてまして、この茎のひび割れみたいな、なんか、キュウリとかウリ科で見る、あの、つる割れみたいなのが、レッドファルダーだけ、出てますね。結構もうほとんどこの症状が出てるというような感じで、他の品種出てないんですけど、レッドファルダーだけ出てますね。まあ、たまにこういうちょっと弱々しい元気のないレタスもあります。こういうのはちょっと直売でね、販売するというような形で朝取りで売っています。はい。まあ、というような感じで、ちょっとレッドファルダーも、まあ、葉っぱ厚くて生育も早いのでいいところはあるんですけど、ちょっとその、あの、茎のとこの割れみたいなのが気になっております。はい。ということで、ここが、パオパオしてるとこですけど、ちょっと去年ね、よーくパオパオ飛ばしてたのでやり方を変えてました。で、まあ、最初のまあ、この杭打って両方にね、杭打ってっていうのは変わらないんですけど、この杭を打つ幅を変えておりまして、まあ、最初のここ1メーターのところ、スタートは1メーターで打って、その後は全部3メーターごとで、杭を打っていってます。去年とかは4メーターやったり5メーターやり、まあ、結構この歩幅で4歩とか5歩とかこうやりながらやってて、ね、ちょっとまばらだったりしてるんですけど、あの、今年からもう1本、とりあえず1本だけ、あの、目安で、メジャーでしっかりこうメーター測って3メートルごとに杭を配って、で、そこを合わせでも全部配って、パワパワ張ったような感じで、で、今のところはまあまあまあ、あの、風は、まあこれぐらいだから、そんな、あの、参考にはなりませんけど、なんか大丈夫そうな、去年より全然がっちり、こう、固定されてる感はあります。で、あそこね、ちょっとパワパワ割れて、破れてて元から、あれも上からもう一枚被した方がいいのかなと思うんですけど、ちょうどいいのがないので、ちょっと対応せずで、やっております。まあ、全部そんな感じで、はい、来てるかな。あ、で、パワパワが180のものですね。今まで140ぐらいのやつ使ってたのかな。短いの使ってたんですけど、まあ、植えたてのものはそれでいいんですけど、まあ、ある程度大きく、なるものの、この12月撮りとかのやつは結構大きくなるので、180のパワパワを使って、やってます。で、まだ一重のベタ掛けで、対応してて、まあ、次にやる次の1月撮りとかのものは二重掛けにしてベタ掛けでやってます。やっぱトンネルとかね、やりたい気持ちはあったんですけど、やっぱ一人の設置がなかなか難しいのと、
もうすごく風吹いて何回も飛ばされたらちょっと嫌だったので、そこを踏まえてやらないでおこうと思っております。まあ、この辺はベタ掛けの二重掛けでなんとか、うまいこと言ってくれたらなと思っております。でなんかパオパオよりもっとこう保温効果のある資材もあるんで、そういうのもちょっとね、見ていければ、もっと調べて導入もちょっとずつ試験的に考えてもおります。はい、まあ、そんな感じで、やろうかなと思ってます。カラスがねすごく多いんですよね。でまあ寒くなってだいぶカラスが来るのがマシになったのと、やっぱこのワシとかこの辺の仕掛けをすることでだいぶ減りましたね。だけどやっぱ範囲的にはもうこの3つ畑やっぱ広いんで、もっとこう数がいるなぁと思いました。はい、まあそんな感じでございます。はい、ということでですね、はい、ということで、まあ、こんな感じの畑の様子となっております。もうね、冬の二次作が始まって、もう寒いなぁというようなことを毎日感じながら、やっております。まあでもなんか去年と比べるとまだまだ、暖かいのかなと思いますので、まあ来週12月入ってからまた、寒くなるよというニュースもやって、天気予報も見てたらかなり冷え込むので、まあ、12月入ってからが本当に冬本番なのかなと思います。紅葉も京都ねまだちょっと、まあ、色づいてだいぶ時間経ったんです、日数経ったんですけど、まだ一番いい時期ではないのかなと思います。明日明後日し明後日、まあ、あと3日4日ぐらいはかかるのかなというような頃合いですね。まあ、部分的にはすごく見応えあるところもあるんですけど、まだちょっと早いところもあったりするような状況でございます。ということで、畑の様子と、被覆だったり、レッドファルダユニーク2号とか品種のことだったり畑の進み状況を、お話ししましたということで、ご視聴ありがとうございました。